6歳から12歳までの6年間小学校に通います。その後の中学校3年間までが義務教育です。公立と私立がありますが、公立の小中学校は授業料が無料です。校舎に入るときは靴を脱いで上がり、上履きに履き替えます。多くの小学校で一クラスは30人から40人ほどで、クラスごとに決まった教室があります。日によって朝に全校集会を行い、連絡事項を伝えます。授業時間は45分で、1、2年生は午前中に4次元を行います。3年生から午後にさらに2次元授業があります。クラスには担任の先生があります。小学校では担任の先生が国語、算数、理科、社会といった主要教科を一人で教えます。3、4年になるとパソコンなどを学習する総合的な学習が加わります。5、6年ではさらに裁縫や調理を学ぶ家庭科が加わります。 Hello. また英語の授業ではネイティブの先生と担任の先生が一緒に教えているところもあります。小学校には音楽室、図工室などの特別教室があります。音楽の授業では楽器を使って合奏したり合唱するなど実践的な活動を行います。工作室では絵を描いたり工作をしたりする図工の授業を行います。英語が好きです。外国の人とも喋れるようになると楽しいからです。算数です。テストでいい点取れるからです。図工、物を作ったり絵が描けるのが好き。体育の授業では運動場でボールを使ったスポーツや徒競走を行います。体育館では跳び箱やマットを使った運動を行います。午前中に4次元を行うと給食の時間です。ほとんどの学校では給食が終わると掃除の時間があります。全員で自分たちの教室の掃除をします。また当番制で廊下や体育館、特別教室の掃除をします。クラス単位でなく4年生から6年生が一緒になって行うクラブ活動には、グラウンドや体育館でスポーツを行う体育系のものがあります。調理クラブや工作クラブなど文化系のものもあります。児童たちは好きなクラブを選び夢中になって取り組んでいます。学校の運営に子どもたちが携わるのが委員会活動です。放送委員は給食の時間に放送を行います。マジ？飼育委員は学校で飼っている動物の世話をします。小屋の掃除をしたり餌をあげたり大事な仕事です。ウサギとか動物が好きで飼育員になりました。日本の小学校ではさまざまな活動を通して子どもたちの心身の健やかな成長を育んでいます。